はい、こんにちは、札幌ライブユーサイマージの後藤です。今回は、バッサリボブの長さ、ボブぐらいまで切って、バレイヤージをブリーチで入れていく方法をやっていきたいと思います。で、バレイヤージュの、基礎となるブロッキング方法だったりとか、そういう部分で仕上がりがガラッと変わるので、そういうのをなるべく時短でできるようにやっていきたいと思うのでです。で、多分通常サロンでここから肩ぐらいまでカットをして、で、バレイヤージュのスタイルをやるとなると多分4時間ぐらいかかってると思うんで、できれば2時間ぐらいで終わらせたいなと思います。はい、ということで、仕上がりとしてはちょっとここら辺はちょっとクラックトーンダウンして、インナーカラーっぽい感じに、まあお仕事でちょっとあんまり派手にできないので、インナーカラー風にちょっと入れていきたいです。はい、はい、では、この状態でカットしていくんですけど、スプレーヤーで濡らしてカットするんですけど、結構バッサリいくので、今日時短で、より時短の時はちょっとアイロンでブローしながらカットしちゃうんで、今日癖そんなにないので、癖毛カットっていう感じじゃないの、アイロンでちょっとブローしながらカットしていった方が時短になるので、ウェットしないで、長さがね結構短ければウェットで少し動き見ながらカットできるんですけど、ちょっと2時間でバレイヤージュカット入れたいので、今日は時間短縮の方法でいきます。僕の場合はディスカッションして切るので、もうバックから形を作っていくっていうことはしません。なので、お客さんのなりたい長さをイメージしていきたいので、ちょっとそこをイメージ一緒にこう決めていきたいかなと思うので、長めからちょっと攻めていって、これ基本前下がりのラインなので、上から手を持ってきて、この辺はいらないですね、大丈夫ですね。まず1回に少し切らないとお客さん分かんないので、1回切ります。仮切り全然長いと思うんですけど、この時に前上がりになりすぎちゃうとちょっとやばいので、でもまだいっちゃって大丈夫です、ね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどね。これイヤートゥーからバック止めてます。はい、でサイドだけ先にまず切っちゃうんですけど、まだいけますね。はい、はい、どのくらいまでいくかな、このくらい、ちょっとで上から手を入れて真下に持ってって、まあだいたい今何センチだろうな、今は2センチぐらい切ったかな。で、これで徐々に決めていくんですけど、まあ、実際もちょっと上がったイメージにはなるんですけどね。そのままもうちょっといく、短い方がいいですね。もうちょいいける、もうこのぐらいにしとく、もうちょっと切りたい、はい、っていうような感じで全部スタイルを最初から決めちゃったらまた切り直さないようになっちゃうので、でもね、ちょっと長めにしといた方が絶対いいです。絶対短くなるので、これぐらいにしといていきます。手を上から、はい、で、これ今、このサイド切ったんですけど、ここに合わせてこれ延長線上カットしていきます。で、って思うかもしれないですけど大丈夫です。で、ここのラインをカットしていくんですけど、これもコンベックスペンシルでスクラッチして毛先の方に、はい、こんな感じで動きを作っていきます。前髪にもここストレートで前髪があるんで、ここにもうちょっとこのこういう丸さを入れた方が、丸さみたいな感じに入れた方がよりここがもっと似合うと思うんで、今なんかストーンとパツンってなってるからなんか変な気がするんで、ここそげるやつでやっちゃうと危険なんで T3 でちょっとやります。これ全くライン出ないくて傷まないセッティングなんですけど、まあ、これ結構皆さんガチでおすすめです。で、はい、ではヘナウォーターとヘナジェルをつけます。